小ささをもうちょっと僕ちゃんと行くと思ったんですけどね、結構行ってますよね、はい、序盤からという印象で入りました谷口、序盤行ってない右を食らってしまった、聞きましたね、でも飛び込んでくると思うんで、はいはい、初めに、まあ、サウスポーからまずジャブをついていきながら、まあ、左のビッグヒット、まずこれを狙っていこうという谷口です、1、はいはい、入っていきます、左ボディ、結構ボディをジェルサイム打ってくる印象ですね、そうですね、挑戦者からいうと右ですね、はい、谷口チャンピオンからすると左ですね、あれがジャブのようになってくるんで、はい、おっといいですね、当たりました、ボディボディですね、すごいボディです、サイボディ、はい、ボディ、今の右のジャブとかもね、下に行ってるんで、はいはい、あれがやっぱり相手のガードを下げさせたりすごいですね、やっぱバリエーション多いですね、はい、はい、さすがです、ここまで2ラウンド特に内訳しっかりしているなという印象で入りました谷口、スパジョバインテナ、12回戦、2度目の防衛戦、重岡雄大と、そしてランキング6位メルビン・ジェルサレムが拳を交えます、雄大サイズがありますね、ありますね、いけないんですよね、おお、ボディーや、おお、これです、おお、ボディー消えた、あ、ボディー入った、あ、雄大ボディー消えた、もう一回動かした、もう一回ボディー消えた、ボディー消えてないですか、消えてボディー消えてないですか、あユーダイ、ボディ効きましたよ、ユーダイが下がりましたのは確かです、ボディ効いてますね、フェイントからまだ挽回できるんで、これ1ラウンド戻ることですね、もう一回ブロックします、油断できません、ボディから逆にボディ入れましたね、あ、この辺があの気が強いところなんですよね、強いですね、やられる、ね、これ多分、ね、フェイントから、あ、踏み込んで右は軽くボディへ、そしてコンスタンスが打ってるってことは、はい、距離感を、ね、作り合わないときは全然ジャブも出せないんですよ、ね、おお、いきなり出てきました、一発一発、まあ、当たらなくても当たってもだんだんと相手の背負った形になりました、挑戦者また右のボディです、今度は軽いフェイントから危ないでしょ、打ち合いになるのか、熱い試合になっていきそうです、ね、いや、あ、いいジャブ、いや、あの人見事に、これはしっかりと最初ボディにパンチをもらいましたが、その後はゴンと、いつもの積極果敢なような展開で、ありがとう、ありがとう、頭チャンピオン、王座についた男であります、やっぱりこういうことですよね、見事な簡単です、落ち着け、重岡雄大先にこういう試合になりますか、雄大選手が結構長いパンチ出しちゃったんですよね、ただでもそういう試合なんでね、いいでしょう、はい、ここから右、気強い、返します、さあどうだ、左ダウンしました、雄大、あとでね、捉えました、どうだ、内打ち、あっ、雄大の右ストレート、
ったボクシングやりますね。でもそうですね、もう打ちに行きます。前にこう立ち下がるような感じで、おい、左が飛び込んでいった。ただ雄大が作って自分から行って、その後を気をつけないといけないですね。あ、はい、今だったらこういうところをつけないといけないでしょうね。あと性格でしょうね。微妙な勝負のあやがそこにあります。ここですね。あ、先に飛んだ。ボディ落ちに来ました。痛い体、今良かったんじゃないですか。もうちょっとね、この次にこのボディ、ボディ打て、いいボディ、高回してきます。相手もいいパンチ、今出ていくとこだったんですが、今度は後ですね。逆に逆に狙いました。いいのか。倒すのはどっちか。そういうことですね、はい。多分12ラウンド行くという可能性はもちろんありますけども、はい、おー、また後ですね。無理に行って打ち落とされました。いいボディ、あいいボディ、浮いた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 、このリングに上がっています。おー、あれ危なくないですか今の。タイミング的にまたまた上がったんでね、はい、おー、当たった当たった。雄大の気迫にこうします。今いい勝負分かります。どうだ、あいつか、後も打たせないんで。そうですね、非常に綺麗な、おー、左左いっちゃいかない、もらす、いいボディ、おー、気をつけなければいけないという言えない。ええ、先に行った方がいいですね。今度左です。おお、やっぱりあれは警戒しないといけないですね、はい、いきなりね、やっぱり、あ、このボディ、いいボディ、よかったように見えました。下がったのか、もう一回ボディ、お、あと、お、お互いのボディ返してきた。お、あ、危ない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 、ちょっともらった、パンチあるな、連続してもらいました。あ、ちょ、ナイスバンパンチ、ジェルサレム、おめでとう。いやジェルサレムも今気がつきまして、彼女に受けました。読み合い、フェイントの掛け合い、打った、ジェルサレム引き合わせました。ちょっと開くっすね、ちょっと開くっすね、構えがね、広いんで。雄大にジェルサレムがいい感じで倒し返せ、目の前で動き続けています。やっぱり伸びます、うわ、伸ばしてきます。雄大ここからです。残り30秒、ジェルサイム、ああ、当たった、今ジェルサイム、もう右に顎を捉えます。さあ、あ、雄大さんに行く。じゃあひょっとしたらだから、え、今次が第7ラウンドスタートしました。おお、ただ半分見ていると、いや倒しない、危ない、右後ろ止まった、危ないですね、いいパンチ持ってますね。飛びからさ、ボディーブロー、いいボディ、右打った、いいパンチ返した。あくまでも倒しに行くんだという重岡、気合を、気迫を見せます。気持ちいいなこいつ。やるか、いますモニターですか、上ですか、やるか、忙しいです。うわー、危ない、やめた、おお、危なくなるんですよね、はい。ボディ、ただ思いでした、グローブ下げたように、わーっと入ってった、この線狙った、重岡、ちょっと、タイミングが、重岡のその時、おー、先に行きました。ただまだパンチ乗ってるな、雄大、はい、乗ってるね、はい、自分から行きました、全然倒せますよ、もう一回行ける。もう一回やと右へ、やらしいっすよね、当たりませんでした。おーっと、あとから打ったらね、ナイス、ここで来るから合わせ、そうですね、ここ狙ってみたら、狙ってる狙ってる狙ってる、ダウン取られてるっていうのが、ね、惜しい惜しい惜しい、いつも以上に強く出ているかもしれません。左、おーっと、危ない、もう一回、面白いですよ、ドーン、飛び込むな、これは見てました、
ジャルジャルの狙ってた。どうだ、行くのか。右ストレート返った、入ってった。雄大ね、ワードしてくれた。あー、しましたね。はい、いやー、ナイス。左に引っ掛けた。 いいんじゃないですか。あれ、うわ、まずい。新岡雄大パンチあるんですよね。顔が結構傷ついてますからね。今で結構顔を。雄大選手も、サレムいい選手です。ホールドしました。台借り取らないといけないんで、はい、そういうことですね。ゴール、ナイス。ちょっと乗ってきてるんですもんね。今乗っているジェルサレムにどれだけ効果があるか。それとなーっと、じわじわっときます。からベルミはボディか、ね、そうするとなーっと待ってるわけですね。行かざるを得ない雄大、引っ掛ける。初めてのメイン、重岡雄大ボディからもう一回行く。おー、今の入りは、おー、目の縁ちょっとカットしている。ジェルサレム、うわ、ボディはどうだ今、あれ今、いや、おー、雄大は先に手を出しました。ジェルサレム、うんと、カウンター、今度ビッグ、おー、雄大ボディ、お互いにボディ、あー、なんか、うん、ボディ、またボディ、雄大もその辺察知してボディ攻撃になるか。るか、いや、もう間が欲しいな。それできたところ合わせたら打ち返します。おー、とっとっとっと、左切り強く行っちゃったと思ったら軽く、どうだ、今来た、いける、雄大左ダブルメイクはもう十分承知しています。クリカボディ行こう、雄大ボディ行こう、いけ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 、ドンドンドンって来たりするんで、あれだから下ボディだな。ナイスボディ、よしよしよし、先に立ち上がりまして、もうポン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 、もう先にストレートから待ってるな、待ってる、ナイスボディ、ボディゴー、ボディナイス、お、惜しいだ、今左ストレート、おお、いけ、もう行きます、気持ちいい、行く、左、おお、おとにかくナイス、いいタイミング、もう一回打ちます、雄大、もう一回いった、よし、もう一回、おお、あれあれガード、いいボディ、重岡兄弟ファン、特にお兄ちゃんファン、あー、シャッフルから右が、あー、ナイス、おわーっと今かすった、しかもまあまあやっぱ打たれ強いよね、左ポンされた、おーっと上、重岡カウンター、最後の右のパンチ、もう一回打ち合いになる、残りはわずかです、右のパンチ入れ込んだ、最低、試合終了、これはきついな。ベルビン・ジェルサレム。